あれ？わかりません。はい、ということで、ミッフィーちゃんからこんばんは、こんにちは、あ、おはようございます。三兄弟のスーです。サナのスーです、ございます。リンチャーリー、ワーミンを持ってましてですね、いろいろな数々のドッキリを受けてきた。これいいからさ僕は仕返ししなければいけないときが来た。ってことで、この回は。めちゃくちゃ絵の具にハマってて、お兄ちゃんのパソコンをキャンパスにしてみたいと思います。ありがとうございます。絵とかやってるんですけど、プロの絵師が MacBook に、スイッチに絵の具でビャンビャンってやってる時あるんですけど、僕は違います。初心者です。5、60万ぐらいするんちゃうかな。それぐらいすると思うので、外に描いていきたいと。描きます。描きます。さあさあ、もうなんか絵をね、描くきました。かわいい。かわいいね。筆大事。で、筆をここにビャンビャンって書いて。あ、ちょうどいいところにお水が。ああ。ほらら。うわ、揃ってるわ。全部。神に与えられし力。塗ってもうた。今回は青空描こうと思います。どうしよう、どうしよう。適当にキャンパスしていきます。もう塗ってく。もうキャンパスにする。紙ないんで、ちょうどいいところにキャンパスあったんで、もうまんべんなく塗っちゃう。ちょ、全部海にしよう。くっさ、 PV できる。めっちゃね、ベイベー。あ、アップルマークはごめんなさい。アップルマーク、アップルマークの文字が分かった。多分そういう問題じゃないっていう。僕結構これでも絵の具結構重いんでね。で、しっかりここで色をちょっと足していく。もう飲んだらごめん。やばい、こう、あかんわ。こう、あんまりやわ。水つけやんほうがええわ。なんかすげえ、砂浜、水海岸のこのなんか、チャバーってなった時の色してる。グラデーションしてって、端っこまで描いちゃう。完成までお楽しみあれということで、僕が今描いたキャンパス。みんな大好き、水じゃないですか、水。ごめんなさい、英語発音になっちゃいました。他の人には分からないです。海。やっぱ楽しすぎる。もう塗ってんのも楽しいしですね。僕にとってはプラスプラスでしょ。あ、ごめん。あ、パソコンに。あ、本気についちゃった。ごめん。これ大事。人の飲んでた水でするっていう、うん、こっから彼氏とあの雨の中歩いてるみたいな。さあ、やらかした。汚い海辺みたいになった。やば、ほんまにやば。そう、太陽描こう。ウソータスイッチ。これは何でしょうクイズ。あんま下見たかんで、ね、5秒だけな。これ何でしょうクイズ。え、あんま触れないでください。痛い痛い痛い。え、バックブックに書きました。え、おしゃべりみ書いてもらったごめん。これね、うちなんかよかったこれも何。え、これね、宝箱。結構もう書けたっしょ俺。え、うん、水の中。うん、水の中と太陽。え、なんで水の中に太陽あるの。ええ、これ水の中に太陽、え、宝箱があるってことだろ。これ沈んでんねん。沈んでんねん。太陽。え、ワカメじゃないこれ。え、いやこれ、え、ワカメじゃない。もう突っ込まんといて。そう、水の中になんで太陽。太陽じゃないって。何これ。太陽。太陽やんな。ちゃうもん。え、何ちゃう。太陽。水の中に太陽があんねん。ついに知識超えていた。大丈夫、見て。殺そうとしてる。お兄ちゃん、パソコン潰れた。お、あ、またたいたあかんて。ちょ、ご覧のスポンサーがお送りする。ごめん。うわ、ま、ごめん、60万ぐらいの MacBook に書いてもうた。
壊れたではないよな。どういうこと？え、だからもう直で乗ってもらって、あんま触らんといて。え？え、だからパソコンの上に、キャンパスしてみた。あかん、やめて、痛い痛い。ええー？しっかり。逆やし。わ、逆やった。逆やった。逆やん。逆やん。何これ？なんで？へえ。ちょ、待って。何これ？え、くさくさ。海なの？だから。え、ちゃう、触り方猿か。なんでさ、海の中に太陽あるの？はい、サムネ入ります。海の中太陽ちゃうで、ほんとに。くさ。海藻やん、これ。ちゃう、くさ。くさ。あくびすんの？うわーって言いたい。ちょっとうまいの。ちょっとおしゃれな。お前小学生が誰もが宝箱が2秒で描ける世界線ないやろ。ちょ頭の整理がついてないの。ごめん、あとお兄ちゃんの。おい、もうそれが一番やばい。待って、そっち飲むやつやで、これ。あ、いいだろ。お前これを青に塗るで、太陽あるのは、な、小4までやる。海ん中太陽ないて。かんよ、もうだ、それやって。いや、コップの方が気になるで。で、やばいやばい。かき足りん。うわーって書いて思った。かき足りんかった。もう、芸大行け。すんやで。物を失う物損。意味言ってることがわからん。あんまり言いたくないけど、ダサい。逆やったからってこと？いや、そういうことじゃなくて。とりあえず、このままプレゼント方言的な方法。いや、まあ、なんかあまり、こう、センスないとか、言いづらいわ。あ、センスあった？いや、あ。これ、もう、声変えた、もう、何これ、びっくりして、声変えた。いいやろ？そうやろ、声怖いで、ね、頭追いついてないで。頭追いついてないから声変えた。ちょ、だから海の中に太陽あんねんって、そこが気になるな。ええ下手とか言いたないけど、ええ下手や。お兄ちゃん、はい、大丈夫、安心して。何、ええ、ペラペラめくれるパターンやん。待ってキュッ待って、それやって。それやって、しっかり止めるから。ちょっとそんなオリンピック見なきゃ。つい何がある？何もない。なんかあるっしょ。